アブたちも一緒かい。あ、僕たちお手伝いをするんだ。そうなんだマス、アブたちがお手伝いしてくれるんだよんだマス。そりゃ助かるね、頼むよみんな。はーい。これぞマス、この看板にみんなで色塗ってほしいんだマス。この看板に色を塗るの？大きな看板だな。楽しそう。ねえくせのさん、これ何の看板？ヨーグルトの看板ザマス。ヨーグルトの看板？そうなの、実はね、この前クセノがうちに来た時に、あーいクセノ、いつものヨーグルト。わー、ありがとうございます。ヨークさんの作るヨーグルトは美味しくて美味しくて、もう私大ファンザマス。そうかい。喜んでくれて嬉しいよ。そうザマス。でね、ヨークさん、お庭にヨーグルトの看板を立ててみてはどうザマスか？ヨーグルトの看板？はい、看板を立てて、モチズさんのみんなに美味しいヨーグルトのことを教えてあげるザマス。さすがザマス。というわけで、クセノがこの看板を書いてくれたんだよ。あとは色を塗れば完成ザマス。確かに、ヨークさんのヨーグルトはすっごく美味しいよね。みんなに食べてもらいたいね。僕賛成。ただね、絵の具は用意したんだけど、私はお野菜を作るのとヨーグルトを作るので忙しくてね。ヨーグルトも作る？え、どうしたのロージー。お野菜は畑で作るのよね。けどヨーグルトはどうやって作るのかしら。ヨーグルトの作り方？知りたいかい？教えてあげるよ。え、本当？ああ、みんなお家へお入り。